壁？あ、ここか。なんだ、蛇の方を見てんのかと思ってた。壁に違和感がある。隠し通路を見つけた。あ、やっとだ。あ、はい、これなんだろう。足元に何か。赤色のガラス玉。あ、これが蛇のところに行くのかな。目はまばたきせずに天井を見つめているようだ。ほうほう。おう。よく見ると目の部分がくぼんでいる。赤色のガラス玉をはめてみる。おう。おう。額縁の裏に文字が書いてある。大きな木の中に、木の中に、じゃあさっきのやつかな。あ、やっぱりこの部屋意味あったんだ。木の中に、よく見ると葉っぱの中で何かが光っている。これって指輪よね。どうしてこんなところに銀色の指輪。なんだろう、指輪どこに行く。憂鬱、ワインソファー、指輪ちょっと記録をしておこう。指輪が使えそうなものって何かあったかな。指輪、さっきのこいつに指輪をあげるのかな。あげない。あ、ダメだ。これダメだ、ダメだ、これはダメだな。指輪を誰にあげるの。あ、わかった。この左手か。ちょっと待って、どっちにはめるのこれ。え、待って待って、花嫁の右手、やっぱ左手かな、はめるのは。薬指。あ、お花くれた。花束が落ちている。ブーケを手に入れた。幸福の花嫁になった。幸福の花婿。ほうほうほう。あ、よかった。じゃあこれでさっきのやつにあげるんだ。そのお花くれたらここ通してあげるよ。ブーケを渡す。えへへ、ありがとう、いい匂いだな。それじゃいただきます。あ、美味しかった、ありがとうと。お、約束だからね、このドアで奥に行けるよ。それじゃあね、へへ。お、よかった。は、なんでしょう。ちょっとここでまた、記録して。ん？うわ、何これ、早く抜けちゃいましょう。なんかまた違う。ちょっと違うのが中に入り込んでたりするのかな。ん？あ、目が追いかけてくるね。この目はそのままだけど、真ん中のやつの視線が追いかけてくる。こいつは目がないのかな。ここはそんなに吟味しなくていいんだろうか。見てるなこいつ。よし。あ、女の人の絵がある。気をつけて、私この絵と似たようなやつに襲われたのよ。
知ってるって、あ、そっか、女の絵から私のバラ取り返してくれたんだっけ。しかしよく逃げ切れたわね、女の人の絵、女の人の絵。あ、この下の絵、なんか目がパチパチしてますね。ん？金色の像にランプがかけられている。新聞を読む貴婦人。ここ暗くて新聞読みにくいのよね。うん、こんな暗い場所で新聞なんてよく読めるわね。ランプ、新聞が広げられている。なんかこの人を助けてあげると何かあるのかな。頭がない像がある、頭がない像がある。これ何？扉の前に檻があって開けられない。これじゃ入れないわね。あ、でも見て、そこの檻、そっちの白いカゴにつながってる。つまりカゴを引っ張れば開くんじゃない？なんか捕まっちゃいそうな感じがするね、これ。どうなんだろう。ちょっと、どうしようかな。記録した上で、触ってみるか。白いカゴがぶら下がっている。このカゴを下ろせばいいのよね。グッ。ごめん、やっぱり力技じゃダメだったわ。あ、そうなんだ。これは時の番人。文字盤に字が浮き出てきた。花びら1枚ください。そしたらあなたが危ない時助けます。バラの花びらをあげる。どうしようって一回言ってみるか。イブ、この時計の言ってること信じるの？あ、私は悪いけど信用できないから花びらをあげたくないわ。残念。1枚だったらあげてみるか。取引成立。この後何かあったら助けてくれるのかな。赤き衣のステップ。女の人の絵。これ何？何か落ちてる。あ、穴が開いたボールを手に入れた。穴が開いたボール。うわ、わわわ、あ、来た、こいつ。女の人の絵。吊るされた男。この絵美術館にあったやつだわ。もっとよく見る。ん？ 2569。2569なのかな？6952なのかな。2569か6952。多分2569なんでしょうね、逆さまだから。2569。金を自慢する貴族。ここは鍵がかかってそうだね。これさっきの番号を使うのかな。絵画に隠されし4つの数字を示し扉を叩け。4つの数字。5、6。あ、やばいやばい。額縁女が来ちゃいました。2569。扉が開いた。あ、よかった。これ何？鏡の前に何か置いてある。
金の魚。これは魚の模型。角みたいなのがついてるけど。あ、さっき拾った変なボールちょうどはまりそう。ん？金の魚と穴が開いたボールを組み合わせた。金のランプを手に入れた。おう。わ、明るい。ボールは電球部分だったのね。大きな鏡。うん。鏡に何か書いてない？魚の片割れ。木の女のそばに。魚の片割れ。これもしかしてさっき組み合わせた電球のことじゃない？だったらもう見つけちゃってるもんね。うん。うわっ！何今の。ギャー。何よこれ。こう。ギャリー、とっさに目をつむる。どうしよう。ギャリーを止める。わかったわよ、イブ。ちょっと大人げなかったわよね。はね。さあ、じゃあ行きましょう。あ、それでいいの？マネキンの頭。なんで急に来たの？魚の片割れ系の。このマネキンなんで急に来たんだろうね。マネキンの頭。虚空を見つめる女。なんかこの絵だけ他の女の絵と雰囲気違うわね。目が真っ黒で、気味が悪いし、あんまり近寄りたくないかも。そうなの。ここは？赤いバラを生ける。保存して、作品にはお手を触れぬようお願いいたします。万が一、備品や作品に何らかの損害を与えた場合は、あなたをも、倍させて、なんだろう、させていただきますかな。文字がところどころ抜けている。作品って何のこと言ってんのかな。楽しい毎日。美術館は、ちょっぴり不思議な遊園地。おかしなものがたくさんあるのよ。ここで遊んでいるとあっという間に一日が終わってしまうの。とっても素敵でしょう。だからあなたもここにいれば大丈夫。みんながいるから。うん。あ。OK。黄色の女ってどこだろう。あれ？何？その金の魚よりこの金の鳥の方が大きく美しいと思わないかね。何なのこの作品。だって。額縁女がいた。あ、待って。今はやめておこう。黄色の女のところに、黄色の女？黄色の女ってどこ？この人かな？ねえ、あなたが持ってるそのとても明るいランプ、よかったらその像と交換しません？像？ちょっと待って。拗ねちゃったわね。待って。ここで使っちゃっていいのかな？あ、やばい。このカゴのとこでもなんか言われてたもんね。先に、ちょっと待ってね。一回保存してからやろっか。じゃあこれやった上で、この人に交換する。ありがとう。じゃあその像をあげるわ。金の像を手に入れた。ああ明るい。なんて素晴らしいの。
新聞読みやすくなって最高よ。でもこんな高そうな置物もらっちゃってよかったの？新聞より大事なものなんてないわ。すごい新聞愛だこと。こっち来てる。ここに金の像を入れてみる。これはどう見ても入らないんじゃない？あれ、やっぱりさっきのじゃなきゃいけなかったのかな。他に入りそうなもの。その金の魚よりこの金の鳥の方が大きく美しいと思わないかね。あれ、もう一個出た。なんかその金の像なんて大きく美しいんだ。この金の鳥と交換してもらえないだろうか。あの鳥かごにこの鳥を入れるのかな。じゃあ像はここに置けばいいのかしら。でも金で金の鳥を交換と。金の鳥を手に入れた。あ、またなんか出た。ありがとう。あ、なんて大きく美しい黄金像なんだ。あの像本物の金じゃないけどねって。多分あそこの額縁女来る。よし、金の鳥を入れてみる。ギャリーに金の鳥を入れてもらった。おお、そんな重い。あ、同じこと言ってる。そう、そんなに重かったっけ、あの鳥。まあまあいいか、早くこの中調べてみましょう。こんなに厳重に塞がれてたんだから、きっと何か手口があるかもしれない。あ、これなんかあったよね、前にも。あ、座った。疲れたのならゆっくりお休み。もう苦しむこともなくなるから。これはちょっと怖いですね。あれ、パパとママじゃないの？鍵があるけど、何かが額縁の上に立てかけられている。灰の鍵を手に入れた。また鍵か。出口じゃなかったわね。イブどうしたの？この絵の人、イブのパパとママなの？確かに言われてみればイブに似てるかも。でもなんでこんなところにそんな絵があるのかしら。二人はどこかって？それはちょっと、私にもわからないわ。大丈夫よ。きっとどこかにいるって。結構気丈な子だと思ってたけど、さすがに参ってきてるわね。お母さんとお父さん。外が閉まっちゃったのかな？何の音かしら、今の。開かなくなっちゃったんじゃない？扉が開かない。嘘でしょ。この扉、鍵なんてついてない。うわ。何この音、外から？怖い。なんかまずいかも。イブ気をつけて。何？どうしたらいいんだ？ひびが入ってる。ここから出れんのか、もしかして。あ、出れた。何このマネキンの数。何が起こってるの？早くここから離れた方がいいみたいね。イブ、あれを見て。向こうに鍵のかかった扉があったわ。さっき拾った灰色の鍵があればあの扉を開けられるはず。あそこに向かいましょう。なんて書いてあるの？もっと遊ぼうよ。早いよ。どいつもこいつも邪魔な場所に。こいつらどかせば近道になるわ。いいわよね。お願いって言ってみる。どきなさい。無理か。さあ急いで。約束なので少しだけ
時間止めます。わあ、怖っ。階の鍵を使った。おお。なんだ、赤い血が、血の涙。はあ、はあ、ここまで来れば大丈夫でしょう。ざまあみなさい。さてと、それじゃあ先に行ってイブ？ちょっと顔色悪いわよ。大丈夫？イブ、ちょっとしっかり。イブ。ん？赤いバラがどこにもない。なんだ。上になんかあった。イブどこにいるんだ？早く逃げないと追いつかれてしまうよ。ああ、どうしよう。こんなに探したのにどこにもいない。ん？あれ？ちょっと待って、どうなってんのこれ。一回、この部屋。あれ？喋ってはいけない。見つかってしまう。何？なくしたらダメなのに。急がないと、どこかに。文字を書く、少し安心できるから。ちょっと待って、これ下の方もう一回見てみる？あれ？見れないのか？あ、はい、けど。どこにいてもみんなこっちを見てる。ん？ただの招き、たくさんの招きか。ああ、下には何もなかったんだ。とりあえず上にと行けばいいのかな。あの子ったらどこ行ったのかしら。先に一人で見に行くって。それで困ったわ。早くしないと私たち帰れなくなっちゃうわ。この辺の壁は扉か。たくさんの扉。これが何か繋がってるわけではないのか。絵の中で女の人が笑っている。みんな笑ってんのかな。お母さんとお父さん。これは？この先出口です。細かいな。うわ。ああ、やばいわ。やばいの来た。出口ないじゃん。夢だったんですか？おはようイブ、気分はどう？怖い夢を見た。こういうのでまた話が変わってっちゃうのかな。怖い夢を見たにしようか。そうか、かわいそうに。まあ無理もないわね。あんな怖い目に遭っちゃったらね。起こせばよかったかしら。ごめん、気がつかなくて。よいしょ。イブ、そのコートのポケットを探ってごらん。キャンディーが入ってる。それあげるわ。食べてもいいわよ。じゃあもうちょっと休んでから出発しましょう。あ、そうそう。イブのバラはそのこの花瓶に生けてあるからね。
ギャリーのコートがある。拾う。無題。美術館での禁止事項。大声での会話は禁止。写真の撮影は禁止。飲食物の持ち込み禁止。万年筆の使用禁止。ここから出ることは禁止だって。19番。OK。楽しい絵画。いろんな絵が大きく載っている。自分のバラが花瓶に生けてある。赤いバラを再び手に持った。ここの女性たちは皆花占いが好き。あら、コート、わざわざありがとうね。コートを渡した。うん。OK。ちょっと、もう一回、記録して、外に出てみようか。イブ、もう出発して大丈夫なの？一回まだって言ってみるか。急がなくてもいいからね。でもこれ以上なんかすることもないか。よし、もう行くか。大丈夫。 OK、 じゃあ行きましょうか。この辺さっき通った、倒れちゃったあたりか。これなんだよね。戻るとなんかあんのかな。イブ、そっちに行くのはもうやめておきましょう。戻ることはできない。ミルクパズル、知らない。まあその名の通り、ミルクのように真っ白なパズルのことよ。そうなんだ。絵がついてないから普通のパズルより難しいんですって。頭がいい人はすぐ完成できるらしいけど、正直面白くないわよ。だって絵がついてないんだもん。好きな絵がパズルになってこそやりがいがあるってもんよね。なるほど。どうしようかな。ここで、一旦終わろうかと思います。これなんだろう。頭がないぞね。うん、こっちからじゃ押せないわよね。またこういうパズルがいろいろ出てきそうですね。左下にも見えるな。OK。じゃあ、どうしよう。また頭から埋めていきましょうか。はい。でいいかな。はい、じゃあ今日はここで終わろうかと思います。ありがとうございます。はい、なんかだんだんパズルが、ちょっとずつ難しくなってきてるような気がしますね。また、楽しみながらやっていきたいと思います。よろしくお願いします。タイトル、はい。それじゃあまた失礼します。